3週続けてここからのスタートですけど、新年明けましたね、はい、ということで今回も始めていきたいと思います、はい、ご紹介いたします。マンダ・テングマンさんです。おい、いい加減にな、あのおっさんよ金返せつんだよ。テングマさん、テングマさん、マンダ・テングマンさんです。マンダ・テングマンさん、マンダ・テングマンさん、あの南の帝王と言われてるマンダ・テングマンさん。おねえ、もうね、こっちもね、しびれ切れてる天狗よそうだろう。もうそろそろね、はい、ちゃんと耳そろえて返してもらわないと2000万。そうですね、はい、そうでしょ。ということで、じゃあ、早速行っていきたいと思います。返しもらえよ。あげて、あげようと思ったのに、お父ちゃん、そんなも買ってやれなくて。お父ちゃん、見て見て、ゆうちゃん、見て見て、ゆうちゃん、お父ちゃん、なそうか、なんだ、クーロンか、こいつは。何何言っちゃうよ。お父ちゃん、ブルコ、はいはい、ブルコ、お前ら黙ってたことがある。何？お前は私の実の娘ではない。考えてみろ、お前はブラジル人じゃないか。あー、お父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃん、そうだな、お前ブラジルから来て、まさか埼玉のど田舎でこんなことされるとは夢にも思わず。よそブラジル、うわ、なんだ今の言葉。ノーノーってそうか、だからいいか、ブルゴ、俺が死んだらダメだよ、ダメだよ、ブラジルのアントニオ猪木の農場に行け。そしてコーヒーを、コーヒー、トトツー、おいおい、ケイティハン、ケイティハン、おケイティ、あんたら、あんたいつまで待たせてくれとんねん。なんだ君たちは。おっさん、いい余韻にしろよ。あ、なんだ、なんだ、そうだろ、なんだその、なんかよくわかんない柄の悪さは。そうだろ、起きろ、やめろ、やめろ、やめろ、おとっつぁん、おとっつぁん、起きろ、やめろ、やめろ、何がやめろだ。ケリハン、ケリハン、この布団は息子に素材をチェックされた時に、あの、いろんな女の汗が染み込んだと言った。知らねえ、そんなやめろ、おとっつぁん、それをうちの息子が聞いて、お親父何言ってんだよおめえ。ケリハン、ケリハン、あ、なんだ、うちの兄さんを怒らせたら大変です。そうだぞ、ケリハン、こいつは天狗じゃないですか。うちの兄さん、マンダ天狗マンさんやと紹介したのに、全く関西弁使ってくれないの。なるほど、あの、マンダハン、マンダハン、マンダハン怒らせたらいかんで。なんや、いや、この足が治ったらすぐにあのパチンコ行きますんで。なんだ、あいや、あめろ、あぁ、あぁ、おい、耳そろえてな、おい、耳そろえてな、2000万返さんか、ボケ。うらうら、どうだよ、うら、お、なんだ、なんだ、なんだ、あの、ブルーノが意外に器用なのでびっくりした。ブルーノが意外にいろんなもんぶっ込んでくるんですよ。俺この犬なんか一言も指示してないもんね。あ、マンダミンさん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 、ここに、ここに、やっと娘の入学金をなんとかしたんです。知らねえ、その100万近くをやっとなんとかできたんです。じゃあその100万よこさんか、ボケ。ワン、ツー、ノノノノ、見て見て、待ってください、待ってください、うちのスタッフが年末に忙しい時に車ぶつけやがって、それの修理費が、修理費を待ってください。ガチのゴジラ号でおばあちゃんが乗ってる車を大破させやがって。
さすがに僕も風間さんも呆れたものに言える。ノー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 。タイムリー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 。待ってください、待ってください。ブルーの非常に面白かった。おまわりさんにあれ外国人の方って言ってあれ持ってるって、いや観光に来てます。そうなのって言ってブルーのずっと下向いて自分が怒られてるみたいな感覚のおまわりさんにどういうことなんで、いろいろ大変なんです。マンダリンさん、マンダリンさん、ここにいい利息がおりましたわ。これ何ですか、ここにいい利息がおりましたわ。これおい、この犬売っ払ったら利息分にはなりますよ。待ってください、俺もちょっと何やられてんだよ。この犬は待ってください、この犬は待ってください。おばあちゃんって来る逃げたと思われて追いかけられて、実は横にそれただけだって言った時に俺吹き出しそうになったんですけどおばあちゃんがいい人でよかったでもあの自動車の整備士のおっちゃんとずっと世間話するんで、さすがにあのもうそろそろいいですかって俺がいなかったら君がずっとあの話聞いてたんだろうなと思うともう困っちゃって困っちゃってだから待ってください、保険 AIU 保険が明日いろいろやってくれると思いますガチコチの待て待て待て、何俺にダメージ与えてんだ何だ、待ってください、待ってください、待ってください。僕は山本君に相談を送るのにあと5分ぐらいかかるのかなと思ったら、よしからすいません監督、車が当たりまして今からそっちに向かいますと。で僕はねもう家を飛び出してみんなのとこ行こうと思ったらあの携帯忘れちゃって、向こうからよしがとぼ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 ね、どうしようっていう顔してて、よしお前はまだ何もしてないじゃないって言って、誰が当てたんだいって言ったら、天狗さんがちょっと車どうなったんだい、後ろべっこです、後ろちょっとかすっただけかい、いやべっこってなってます、そうか今から行くからっていう感じで、明日保険会社が来ますから保険会社が来ますから保険会社が来ますから何俺の精神に来たんだねそんな聞くと思ってるそろそろいいですか、はいはい、いいですか、ブルーノが一番面白かったんですよ。一番面白かったですね。ブルーノなんか真っ白な服で、でお巡りさんまず最初にこいつがなんかやらかしたくなみたいな。お巡りさん面白かったのが、もうブルーノブラジル人じゃないですか。うん、で、こううなだれてるじゃないですか。うん、で、普通に聴取取りに来た時に、うん、普通に日本語で返してたんでちょっとびっくりしました。そうだね。伝われてたもんね。俺らがね、彼は要は、なんかね、はい、ビザかな、パスポートと、もう一つ、なんか、ありますか、あるんですよね、カードはね、やっぱり、許可証なんでしょうね、そうですね、で、それありますか、はい、って言ったら、観光で来てますって言ったら、疑ってんの、なんでかっていうとね、日本語うまいから、本当かみたいな、日本語うまいからね、うん、だから、うまいですねーとか言って、そうです、サンパウロってどことか、なんだよ。だから待ってください。だちょっと待って、俺はな、確かに当てたよ。違う意味で当てたよ。当てたよ。当ててごめんなさい。ガシガシね。まあそれとこれで話が。待ってください。なんで待ってください。なんだまだあんとかね。笠間城も呆れてました。いろいろやってくれる男だと。しっかりしろよって笑ってました待ってください、年末のこんな時間に事故を起こさないでくださいガチゴジラとかもう全くビクともしませんでしたけど相手のおばあちゃんが運転してた車はね、はい、なんか偉いことになってます。まあ怪我なくてよかったなと思ってるんで、はい、すいません、待ってください、待ってください。さあ片付けようか俺はブルーノとこれがやれただけでも十分だ、もうね、満足ですね、うん、ね、はい、ブルーノ面白かったかい、はい、面白い、そうか、はい、おいこれからバトルするから何ですか、おい、うん、俺は負けたのか、いや、大丈夫です負けたね、大丈夫です、負けたね、大丈夫か、大丈夫です2000万とかいらないね、いや、大丈夫大丈夫なのね、いらないだろう、そうですね、はいはいはい、ということでこんな感じでいいですか、整列してください、はい、
はい、ではご紹介していきます。まずマッチョ天満さんです。迷惑かけて申し訳ございませんでした。ちょっと今日はテンションが低いです。はい、スーパーストロング KT さんです。どうも、あの事故の後始末を、はい、いろいろやっておりました。そして巻き込まれたブルードくんです。はい、よろしくお願いします。はい、そして私が、ヨシディキシーズでございます。あの多分なんですけど、はい、まあ簡単に言いますと、はい、あのぶつけやがったんですよ。そうですね、そうですね。バックして、あ、はい、後ろの車に ね、 ね、はい、もうね、俺はね、はい、あそこでゲラゲラ笑ってもよかったんだけど、立場上無理じゃん。そうですね、もうおかしくてしょうがないんだよ、向こうのが。別に悪く、悪くないですよ。もう後ろにね、座ってただけでね。俺はブルーの鼻、ずっと凍るんだよ。そう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 。僕はびっくりしました。だからね。びっくりだよね。まさか、まさかね。そうです。日本まで来てね。そうです、そうです。あの、怖いな。あの、警察、パスポート。いやー、怖い。でも、今大丈夫です。どうでしょう、はい、でも、あれでしょ、はい、ブラジルの警察官より優しいでしょ、はい、優しかったです。違う、違う、違う、違う。違う。うん、ブラジルの警察は厳しい、厳しいでしょ、厳しいでしょ、日本優しかったでしょ、優しい、優しかったでしょ、はい、だってどう考えたってね、うん、こうなんだ。怖いな、僕は日本人じゃないからね、うん、一番怖かったと何されてるかね、あの、複雑になると分かんないからな、そうだね、そうです、そうだね、でも、うん、例えばね、あ、今、はい、ブラジル帰ってる、そういう感じ、あ、なるほどね、そう、でも大丈夫です、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 大丈夫だよ、はい、だってブルーロが一番怖かったと思うよ。そうですよ、だって、うん、あらぬ疑いかけられたからな。そうですよ、別に観光で楽しくさ、ね、仮面ライダー見に来てるだけなのにさ、そうですね、ねえ、おまわりさんに、うん、君もしかしてあれじゃねえかって言って、ね、黙って入って悪いことしてんじゃねえかとか言われるじゃん。そんなのな、観光ですって僕言ったらね、そうです、おう、そうですね、逆に日本語がうまい方が疑ってたね。そう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 、嘘だろお前みたいな。パスポート見て、そう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 、日本よく来るんだ、2回目です、何しに来たの、日本うまいねみたいな。そりゃ疑われるよ ね、 うね、どう考えたって役の見つまりだよね。はい、ということで、今週のガチバトルはですね、はい、見事天狗マンさんが一人勝ちに行かれるということです、ね、いや俺これもう無事ボケで言っていいと思う、もう言っていいと思いますよ。フォータイムズチャンピオンですよ、もうだってどう考えたって、はい、君でしょ。だって本当だったら今頃、はい、もう向かってるんだけど、向かってるぐらいですね、でも君がね、うん、こうなってここになって、うん、ちょっと落ち着けと、うん、いや面白いんだよ、はい、先にブルーの上がんなって言って、はい、でんちゃんももうちょっと落ち着けって言って、はい、落ち着きなって言って、はい、行って出てきたらさ、はい、二人がさ、正座して座ってるんだよ。まあ、君はいいよ、はい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 、これで、いや参ったなって言ったら、それはそれでカチンとくるけどね、そうですね、そうですね、ブルーノが。いや、ブルーノ別に正座しなくていいよと思うよ。ね、でもね、はい、我が輩もね、はい、ちょっと言わせてもらいますけど、はい、うん、はい、そう、事故は事故を起こしました、はいはいはい、ね、はいはい、事故は事故を起こしました、はい、我が輩はね、はい、ね、それと、はい、ね、このね、一人勝ち、はい、これは話別ね、別わかるね、ブルーの、はい、別、はい、別、うん、ね、なので、はい、それはね、やっぱりああこのね、はい、あのガチバトルのルールとして、はい、そこはルールブックにないわけでございまして、ブルーノ今日誰に一人勝ちに行ってもらいたい、ね、ごめん、誰、この中の誰に、ちょっと待って待って待って、一人勝ちに行ったらいいと思う、あの、テンゴマン、そうだろ、おー、そうです、みんなそうだよ、だってブルーノ別に何も悪くないのに本当に暗いところで、そうそうそう、一体出してましたよ、そりゃ、なあ、文句も言いたいよな。そうですね、なんで俺こんな思いしなきゃいけねえんだ。地球の反対側から来てさ、わざわざ来てね、俺らはギャッとか言ってね、気持ち的には笑ってるよ、はい、ブルーノ分かんねえんだもん。パトカー来てさ、はい、このまま強制送還されたらどうしようとか思うよな。そうですね、もうというだよ、もっと言っていいかい、はい、あのもう最高にあの面白い、実あの今だから話せるんですけど、はいはい、俺結構歩いてる時に黙ってたでしょ、はいはいはい、あの合流してよしと、はい、いやよし的にはさすがに監督怒ってんじゃねえかな、そうですね、うん、はい、なんて話しかけたらいいんだろう、はい、とか思ってたでしょ、はい、ね、俺あの時に、はい、いや一回湯戻ってカメラ持ってきてもらおうかなってずっと悩んでたんですよ。ずっ
とね。いや、よく言うでしょ、僕、はい、みんなにも言うじゃないですか、はい、俺が黙ってる時っていうのはなんか考えてる時だから、はい、そうですね、ってね、はい、で真面目な顔になればなるほど考えてる時だから、はい、だからその時にずっと考えたら、いや今からカメラ持ってきて映したら20分持つなでもなー、テングマン素顔らしいなかぶれってわけにもいかねえしさっていうんで戻ってきたんですよ。そうですね、はい、さてさて、うん、では、改めまして、はい、ガチバトル、はいはい、これ新年一発目でございます。一発目、なるほど、はい、そう、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ガチバトルよろしくお願いいたします、はい、ね、ということでね、去年からのネタを引っ張ってしまって誠に申し訳なかったんですが、はい、また今年もね、はい、新規一点頑張っていきたいと思います。頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。もう新規一発一発目です。一発目です。はい、明日僕は保険会社と交渉です、ね、ということで、じゃあまあ早速ね、はい、バトルをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、まあ、このテンションだとね、多分ね、天狗さん負けると思いますので、うん、先輩頑張ってください。頑張ってください、はい、まあね、ここであなた負けたらやらせと思われます、ね、そうですよ、それはそうですよ、それは困るよ、まあ、勝たなきゃダメだと。そうでございます、ね、逆にフォータイムスチャンピオン狙っていただいても大丈夫です。いやいや、ここで我が輩アーネスト・ホースにはなれならないですか、はい、じゃあ頑張っていただきたいと思います、はい、ではブルーノは今回も参加するんですね。そうですね、ブルーノ参加しますので、うん、ブルーノ負けたらブルーノ行くんです。ブルーノ行くんですよ僕は頑張りますブルーノ行くんだ。テングマン負けたら、うん、面白いになるんじゃないですか、うんうん、そう、僕は面白いじゃないブルーノ面白いじゃないブルーノ、うん、お前はどこでそういう切り返しを習ったのいやいや、だんだん染まってきてるぞ。染まっていけ、どんどん。俺はこいつ落としに行くからもう全力でね、皆さんで、ね、だって日本のニコ動の心霊、はいはい、番組、はい、いろいろ名前、はいはい、素人の人とか言ってますけど、はいはい、外国人の人は初めてですからね。おー、はい、よろしくお願いします。世界初ですからね。絶対落としに行きますから、はい、頑張っていきたいと思います。頑張ります、はい、では、バトルの準備を取り掛かりますので、はい、はい、ちょっと一旦止めます。はい、はい、はい、ということでですね、今日のバトルはブロック崩しでございます。ブロック崩し、ブロックをジェンガって知ってます？ジェンガって聞いたことある、はい、同じですね。このブロックを取っていって、取ったブロックをどんどん上に乗せていく。え、ジェンガってそういうルールなの？そういうルールですよ。で、倒した人が負け。もちろんね。一、ね、人ガチでございます、ね。うん。はい。一人ガチで。じゃあ僕は撮影に集中させて。いや違うでしょ。違いますよね。ケディさんも参加するんですよ。そうでございますよ。あ、保険会社が電話。いや、後にしてください。もう、これで、あれだ。ダメージを。ダメージを。ダメ。これ、あれですね。ヒットポイントじゃなくて、マジックポイント。そう、マジックポイントをね、どんどん減らしていくからね。うん。ブルーの負けそうになったら、はい、いや、保険会社って日本にもあるんだなとか、そういうこと言った方がいいよ。ブルーの。マジで負けたら終わるよ。終わりますよ。うん。今日、分かっただろ、うん、日本のお巡りさんとブラジルは違うだろ。はい、心霊スポットもブラジルと日本とは違うんだよ。死ぬよ。頑張ります。頑張ります。一応こういうふうに寄りますんで、はい、結構皆さん顔をよ、はい、近づける。何だっけ、何だっけ。はいはい。はい、思っております。はい、それぐらいやらないとダメなんだね。はい。はい、よっしゃ、じゃあちょっともっと熱いきなさいよ。よし。よいしょ。ジャケンを。じゃんけんはグー。どんな負けた。ガチ。ちょっと待って。ちょっと待って。練習。最初はグー。じゃんけんぽい。よっしゃ。最初はグー。じゃんけんぽい。よし。最初はグー。じゃんけんぽい。おお。こういうグー。はい。はい。ちょっとよし、頼むぞ。これ。俺あんま見えねえから。はい。では。さんからよし、じゃあ行きますよ。我が輩からね、はい、これどこでもいいんだよね。結構動揺すること言った方がいいよ。どうでしょう。行きますてんけど、これ押してもいいんだよね。押してもいいですね。アラモちゃん、今日あたりムチ打ちの症状出たらどうなるんだろうな。人身事故になるって言ってましたちょっとかんおおやだやだ。これ取っていいのね。取っていいですよ。そう。はい。はい。これ、お前いきなり何してくれてんの？ずらされましたね、ちょっとね。
これジェンガみたいにね、綺麗に積んでないのでもう結構バランス悪いですね。誰だってこれこれこれはすごい超えてくる。結構ね、上の方はまだ体重が乗ってないのでいきますか。メス白い挙動バージョン財前教授の会心です。優しいですね、白い。すごい、すごい、すごいぞ。やばい、これやばくね。やばいですね。疲れます、ね、これどうかな。ドキドキする。ピノコいねえか。ピノコ。あっちょんぶりけ。手塚先生。教育道具は命がけだぞ。そうてんかな。お前らいつもサッカーで俺たちをいじめてくれてる。侍ジャパンの方が俺が打ってやるよ。あ4点もメンネイマール入れやがって。まあブルーロ。さあ行ってもらいましょう。今度心霊スポットは怖いぞ。ブルーノブルーノ場所だ場所だ。そりゃそうだね。怖い怖い。ブルーノジェロが好きなんだよね。ジェロが好きなんだ。好きです。そうだジェロな。気をつけろ。俺はやっぱり駆け押しだ。駆け押し。ズンずん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 だかきやし。何度も知ってるねえねえ、君のあれは大きいの氷川きよしは後半も出るのかな。出るんですかね。でもていうかもうこの番組の時はもう出てるかどうか決まってるんだ。ああそうですそうです。おっもう終わってますからね。おマジかい、マジかい。おお、まだまだまだ。これを積んだ時に、これを積んだ時に一個でも落ちたらアウトだよ。ちょっと待ってね、いいよ。これ真ん中に入れなきゃいけないの。これ真ん中に入れた、まあ真ん中に入れた方が安泰ですよね。まあそのまま上に積んでもいいですか。それでもいいけど。マジか。ああ、あり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 。ただそうやっていくとどんどんバランスが崩れていくので。そうだね。まあどちらでも俺らはやるよ。お前は戦い始めたけど、俺らはもう何回も戦ってるから。待ってこれ触れてるよ、今のなんだ今触れてるよ。うわっ、おーおーしゃーよーしよっしゃーよし、はい、よし、出番でございます。いくよ。これなーよし。こういうのはね、あれなんですよね。なんですか。何何。こうバランスはね、重心をこう計算しながらですね。何でもそうですね。こうですよね、あなたはね。ところね。そんなそんなこと言ってらんねえのこの。そうなんです。100ブロック。結構大変だよ。こっちに来てるということは、意外とこの辺が。おいおい。そういうのあるの？あるある。おお。おい頼むぞ。そんなの取れるの？
え、これ行くんじゃないですか。え、ほら、これ何技見せてんだよ。おー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 いくほらおーい、マジかー、まあ、これを寝取られるくせに、まあ、寝取られてるくせに、寝取られてるくせに聞かないですよ。公開で公開で寝取られてる。あ、 LTR 属性さ、俺はね、FC2 とかはい、おっし、はい、よっしゃー、じゃあ、わかりました、回ってまいりました、マッチョテクマいきます。じゃあ鼻でボーンって一歩だよね。おえ、ね、やめろやめろ、よし、これはやっぱり下はやばいですよ。でも下をいってみるかな。で、やっぱりほらここだな、ここだな、本当にそこですか。この頃バトル静かだよね。静かですね。真剣だからね。みんな、うわ危ない。俺もう、なんか携帯鳴ってますよ。もうそう。保険会社か。あれ。多分入る。え、まさか。てんちゃんが当てたおばあちゃんが亡くなった。そんな何が起きたんだよ。大丈夫ですって言ってたのね。え、負けない我が輩は。でもね、あのおばちゃんもおかしいよ。俺がね、車でさ、道に開けてたらさ、対向車来てるのにジャーとか言いながら向かってくんだね。お前そこまで責任取れないよ。本当ですよ。だからお前犬に噛まれたと思って諦めるしかないよね。はい、早く行きなさい。行きますよ。はい。はい。ちょっとこれやばくない？だんだんやばくなってますよ。はい。はい、よっしゃー。そうそう、俺ね、これ買ったらね、はい、もう多分ほぼブルーノだと思う。割と下攻めます。いや、下を攻めていかないとね、盛り上がらないでしょ。結構もろかな剣ですよ。ひねってきます。両手はダメです。あ、そうダメなの。片手でやるの。これはいいんでしょ。それはいい。ピノコ。天帝天帝。天帝ラメ。アヒ。なんだ寝取られる。聞かないですよ、聞かないですよ、聞かないですよ。なんだ寝取られる。やべえ、絶対俺当たり屋とか言われるじゃん。おいおいおい、やめてくれよ。傷の舐め合いというか、傷に塩を塗り合ってますから。傷を舐め合う、どうけしばい。コスモス空を駆け抜けて、当ててませんよ。何言ってんすか。なんでそんな卑怯なこと言うかな。寝取られるくせに。うわー、ごめん。これダメだな。これそれダメだと思うんですよ。絶対ダメだ。それ絶対ダメだと思うんですよ。だって、予想内にひねってますもん。そうか、ジョンボ。そこはダメです。これもうダメ。あ、そっか、ここまでいけんじゃないか。おっ、おおおおおお、なるほど、気づいちゃった。
投資に捨てられ終わりない君とホストフォーマー美しい気分気分舐め合うやめましょうその歌。一番いいの。なんで？わあ！いやだ。いや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 。もうないんだよこれ。アンパイは。もうアンパイはない。これアンパイないんだよ。サーブルーノ。サーブルーノようこそ。ようこそ。初ガチバトル。新月コットへ。一人勝ち日本人も嫌だって言ったんだよ違う違う負けないぞもう負けないぞ、はい、負けるんだよブルーノようこそ俺たちはお前らブラジル人にね、はい、4点も取られたもうやめてくれって言ってもね奴は何回も入れたさもういいじゃないですかって言ってる日本代表のヒットポイントはゼロよとか言ってんのにさもうあでも、はい、あのブルーノあの、はい、僕田川さんにサントスの T シャツ送りますって言ってましたありがとうネイマール好きなんだよ俺ネイマールの髪型してたぐらいだから好きなんだけどあれはひどいだろ俺はブラジル人に対して怒りを覚えたよさあ来い俺は香川へ本田の仇を取らなきゃいけないさあブルーノ天狗よさあブルーノはいいいですかじゃどうぞそれ行くそれ行くのいいです行っちゃういいですかうんちょっと待ってね、うん、バレーボールもボロクソにやられるんだよブラジルにそう、ね、めちゃめちゃ強いんだよめちゃめちゃ強いですねもう頑張っても頑張っても決められるんだよ木村沙織ちゃんがね泣いてたよどれ？うそれ？そこ？そこでいいの？おお。おいおいおい。ブルーノ。尺ばっかりが稼げてる。困ったもんだ。いいよいいよ。ちょっと待ってね。はいはいはい。学校のトイレに。このトイレ。金髪女。金髪女。な学校のトイレにね。金髪のオーナー、うん、天狗マンが欲しいなんで？あの、金髪のオーナーちょっと待って、みんな誤解するだろそれ天狗マンがね、我が輩が金髪のオーナー欲しいっていう違う違う、あの、反対反対、はい、金髪のオーナー天狗マン待ってたなんで我が輩が待つの？でも今ね、天狗マンが待ってるのは、うん、早く保険会社が全部終わりましたよって言ってほしいけど、ね、それが一番ですねあそうか、うん、あとお金かからなかったですって言ってほしいんだよ ね, そうですねでも絶対かかるからね大丈夫だブルーノこれ超えたお前の勝ちだちょっと待ってちょっと待ってねここ超えろこれ超えないと教育とか怖いぞ燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれイデオンイデオン違うあのこれいいですかあってずーいよいいよいいよそれででも本当に大丈夫かないけるかなブルーボトムズって好きなんだろボトムズ何ボトムズボトムズ、うん、ああ来たことあるけど見ない見てないいやでもほら歌歌ってる歌歌うじゃん歌おああ三つ子フリエの歌けど、うん、見たことない見たことないなあ あ聞いた来た聞いたことけど、うん、あの知らないあのそう見たことない見たことないうんうんなるほどなほぼロボットの歌が好き。ロボットの歌好きか。ああ、ちょっと待ってね。プイプイプイビッグストーリーお前すごいな。すごいな。ちょっと待って。お前すごいな。夜空の星が輝く影で。ああ。ブルーノ。ブルーノは現実逃避してない。外人がお前日本のね、アニメ歌ってりゃみんな喜ぶからさ、それで。あの、ごまかし、ちょっと待って、ちょっと待って、本田さん、俺が語り通るよ俺、ブルーノが日本に来てこんなに真剣なとこ初めて見たみんな、ちょっと待ってブルーノ心霊スポット、日本の心霊スポットはなちょっと待って、ちょっと待ってこの前お前が行ったところは初級コースだそうだよ、うん、もう、諦めろブルーノ、うんうん、今日お前がナンバーワンだ
やばいぞ。てか震えてるよ。嫌な予感がするよ。ブルーの大丈夫か。チャンス取れてるか。取れてます。崩れる瞬間を。で、お、ちょっと待って。闇に隠れて。お。怖い怖い。頑張って手で取らなくてもそれ棒でピョンって。おお。すげえ。すげえ。よく取ったなこれ。すごいな。じゃあブルーの。やばい。嘘マジで？マジで。ブルーこれ十字にするんだって。あブルーの違う、ね。お前怒るぞこれ。今日はん天狗マンの日。天狗マン。天狗じゃなかった。ちょっと協力する。はい。うん、あれ？おお。あれ？あ。ねえ。イエーイ。多分全く見ない。吉田の性格悪いね。性格悪いよね。本当にね。頑張れ、ね、頑張れ。頑張れ。俺絶対大丈夫。ブルーの落とすから。そうですよね。そうですよ。違う違う。ブルーの的かけてるから俺。そうですよね。あ、それはダメだと思う。そうですね。そうですね。我が輩もそうなんですよ。だってそれ俺がやるんだもん。よしよし、わかりました、わかりました。いや、でもそこも狙い目だからさ。ここもそうですよね。うん、ここもいいですよね。うん、どっちかだよ。あ、ダメだ。ここはダメだ。ここはダメだ。ちょっと待って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 。女子会と若輩はねえよ、若輩。女子の立場パーティーみたいな感じだから。ここは、ちょっと待って。ちょっと触ってみます。ねえねえ。いや、柳田先輩にレビューされたってこと？行くん女子会。この前遠行したら2万で値切れやがってさ。ダメだ。ダメだね。ダメだね。やっぱりここかな。お。でもね、途中で引っかかるんじゃん、たまにね。クラシック。いや、違うな。違うなぁ。あ、そうだ。これでいいじゃん。これで。見つけた。見つけました？違うな。違うんだな。だから、その。いいんじゃない？おぉラッキー！ラッキー！勢いでいっちゃった。はい、神よ、我に何か。お前最初こう叩いてみて、すぐ動くようだったらいいんじゃない？お、行きます行きます。そう、カブトそれですよ、それですよ。ただ落とした時にどうかね。よしよし。ほれ来たよブルノ。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 日本人は基本的に嫌な奴らしかいねえからな。みんなは君を待ってる。みんなが君を待ってるぞ。誰もブルノなんか応援してねえ。ブルノ行けって言ってるぞ。違う。誰行くんだ。違う。日本人なんか誰も優しい奴らがいねえんだ。最後まで頑張ります。いや。お先ダメだったよね。お？お先ダメだったよね。本当に行けるのかな？行っちゃうのかな？うおーい！マジか。ブルーノ。ブルーノ。ブルーノ。おい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 。これ決着つくのか？いやもうマジかですよ。やばい。すんな。
いぞこれは。すっげえやね、顔する。もう下の方はもう結構あざわさんですね。気をつけて。なんで？頭。頭いったらあのケティさんアウトですかね。いやだよ。ブルーの絶対に勝てる。意味わかんない動きだよ。これ全く意味わかんない動きなんだけど。じらされてるだけです。ちょっと待って。はい。あ、ちょっとやばいなこれ。もう結構ですよ。結構来てますよ。そこは支えるんですよ。KT 殿でございます。おーおお、ダメだ、ここら辺の重心になってんだ。誰だ。あ、ブラジル人。お前今から地下掘ってお前落とすぞ。明日にはお前自分の家だ。マントル金魚だよ。お母さん。こういう時は神さんなんだよ。こういう時は神さんなんだ。あー参ったな。これダメなの。そうだ。あー。危ない。気をつけないと。ないよこれ。上の方でもいいですよ別に。そう？一番上はダメです。いいですか？うん、この辺じゃなければもうちょっと下で。下もないよこれ。いやもうダメなんだって。ここら辺行くしか。3つあるとこ行くしかないですよね。え、うおっさ、これはすごいな。それは確かに究極だ。確かに。動いてますね。これは積んでそうな気も。ブルノこれ監督取ったらブルノやばいぞ。やばいよ。どこまで来てる？半分ぐらいかな。そうなっていいな。いいタイミングで笑うね。大絶対だね。ここまで来たらもっと崩れてると思うんだよ。
ちょっと話し合わない。ちょっと話し合わない。おかしいでしょ。その角が、その角がね。これは。足を怪我したところを大変申し訳ないのですが、おかしいでしょ。だって俺今あの車椅子のマークのところに車止めていい人いいのか。いいよいいよ別に。ああそれ人権団体に怒られればいいですよ。ブラジルまで抗議してやるからな。ブラジル人がね、体に不自由な人を心霊スポット連れてきましたって言うからね。俺か確かにどうだよ、ブラジルの結果国外退去してくださいよって大変申し訳ないのですが、結果は結果でございますので。マジか、それ俺今日一番いろいろ回るためにやってやってんだろ。それは間違いないです。間違いないですね。それは間違いないです。それは大変間違いないですけど、とてつもないですね。はい、ということで、はい、今回一人勝ちに行っていただくのはスーパーストロングテリーさんでーす。トンネルでいいね。はい、全然大丈夫ですよ。トンネルって言ってたね。トンネルって言いましたね。はい。はい。あのトンネル出るんだよ。いや、初めて紹介するんですよ。そうですよ。だってガチで、はい、通っただけなんです。はいはい、で今度いつかここ来なきゃいけない。はい、かなり凶悪だよっていう。そうですね。はい。このもうシリーズの中で初登場ですからね。はい。はい。マジですか。はい、頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、ケディさん。保険代払え。もう保険聞かさない、うちの会社で。全部自腹で払いなさいよ。でもね。はい。行きなさい。ということで、ケリさん、なんだよ、ここから先は有料です、最後に。ああ、ここから先は有料だよ。